聞こえてくる流れてくる君をめぐる抑えようのない思いがここにあんだ耳を塞いでも鳴り響いてる君が好きわかってる馬鹿げてるでもどうしようもない目覚めた瞬間からまた心の中のキャンドルにふーっと風が吹いても消えたりしないように例えば自分例えば夢盾にしてたどんなフレーズも力をなくしたんだ暮らせる「そんなこと考えてたら」「遠い空の綿菓子がふわっと僕らの街に剥がれて落ちた」流れてくる君をめぐる思いのすべてよどうか君に届けさあ始まりました岩永徹也の G レッスン、
司会務めます松竹芸能のなすなかにしというコンビでやってますなすでございます。よろしくお願いいたします。さあ、この放送はですね月2回を予定しておりまして計6回の放送でございます。岩永哲也さんと一緒にですねこう皆さんも、ご覧の皆さんもこうギター上手くなりたいなって方はですねぜひ喋ってる時通る名前を夫じゃないんじゃないと。どうぞ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 。いや素晴らしかったでございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お二人どうも始まりましたね。はい、ね。さあそれでは早速ご紹介いたしましょう。オープニングでかっこよく歌ってくださいました岩永哲也さんです。よろしくお願いします。さあそしてかっこよくギターの演奏してくださいました河合英二さんでございます。岩永さんどうですか、お歌から始まるっていうのは。いや楽しいですね。ね、さあどんどんいきましょう。もう意欲がすごいですね。へえ素敵な。これ実際ねこう岩永さんと喋らせていただくの初めてじゃないですか、はい、だからちょっと岩永さんのその資料とかいうのを見せていただいてるんですけど、はい、まあ岩永さん役者もされてて、はい、そして頭もむちゃくちゃいい。まあそうですね。これ IQ IQ どれぐらいですか。IQ は148。すごいんでしょ、148って。はい、あの平均点が100ですね。平均点が 100？ IQ の、まあ、普通の平均が100。河合さん何言ってるんですか。さっぱりは説明をしようかと思いました。すっごい賢いんでしょ。いやそうでもないですよ、話してたらバカなんで。いやそんなことないですけど。なんかでメンサの会員って。そうです。メンサっていうのはどういった、まあ、メンサっていうのはそういう、うん、IQ が高い人は社会に不適合なんですよ、うん、なので、はい、アメリカの会社がですね、はい、そういう人たちを救済しようと、はい、なるほど、同じぐらいの IQ の人を集めたらいいんじゃないかと、うん、そういうことでできたのがメンサです。不適合なの。そうですね、あ、まあ、なんかそう言われてますけど、だいたい IQ が20違うと話が合わないですって、うん、かわいい、なんやろ、あ、そうですか、うん、え、でもなんか日頃の考え方とかも違うのかな。いやそれは自分だから分かんないですけど、まあ、普段どういう質問してるの。どういう質問。なんか楽しいことないかなって探してます。あ、そう、はい、なんかこんなことで癖でやっちゃうみたいなないの。こう癖ですか。うん、まあ、なんか今最近はクイズを作るのが趣味なんで、うん、出会ったものをなんかクイズにしようかなってしてます。どういうこと、どういうこと、例えばどういうことですか。まあ、簡単なやつ出しますよ。はい、ひらがなのへってあるじゃないですか。ひらがなのへありますよ。カタカナと一緒ですよ、形が、うん、へも、うん、ひらがなもカタカナも、うん、同じようなのがあと2個あります。なんでしょう。10秒ですよ。10、え、カタカナ、え9、リ、8。リはまあシュッてしてますけど、はい、ひらがな柔らかいですね。7、え、なんか数分かります。さっぱりは全く4、分かんないですよね。分かんないですね。3、2、1。気になることいっぱい。正解は、それからベとペですね。はあ、なるほど。そういうの作ると、あ、楽しいと思って初めましての人に出すんですよ。そしたらもう仲良しになるじゃないですか。確かに今すごく仲良くなった気がします。じゃあよろしくお願いします。お願いします。え、こう岩永さん自体このギターというのはどうなんですか。いや、ギターすごく興味がありましたよ、はい、でアコースティックギターやろうと思ったんですけども、はい、弦が硬くてもう僕は挫折しましたね。挫折っていうのかな、うんうんうん、やめました。難しい。一回触ったんだけどちょっとやめちゃったんだ。そうです。へえ、じゃあこの番組でどんどん上達していって、もう一回やろうと思って。そう、あ、なるほど。そしたらもう素晴らしい先生が。そうですよ、はい、じゃあちょっとギターの先生をご紹介いたしましょう、はい、河合英二さんでございます、うん、もう河合さんはですね作詞作曲、はい、編曲のコンポーザー活動を中心に、はいはい、ギタリスト、スタジオミュージシャン、ライブサポートとして幅広く活動中ということでございまして、はい、いろんな方のこの楽曲編曲とか、うん、そうですね、やらせていただいてますね。ギターのアルバム制作とかにも書かれてる、そうですね、普段はそのアレンジ業を編曲したり、はいはい、ギターで参加したりとかっていうことを、いろいろやってますね。例えばどなたのとかって。そうですね、多いのはジャニーズさんところだとか、すごいですよ。あと、まあ、アニメソングだとか、うん、アイドルさんとかいろいろ。本当幅広くされてるんですね。もう何でもやります。はい、どうですか実際河合さん、その岩永さんみたいに、まあ、ちょっとギターの弦が硬くて挫折しちゃったとか、はい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 、方でも今からでも遅くない。もちろん僕も最初アコギ
挫折してますから、まあ、F なんか抑えれるわけがないっていう。みんなつまずくんですよね。絶対そう、でも全然大丈夫。全然大丈夫です。ちょっと頼もしいですね。頼もしいですよ、はい、岩永さん、クイズ出しといてあげたら、うん、クイズですか。仲良くなるために。今ですか。うん、じゃあアルファベットってあるじゃないですか、はいはい、英語の。すぐ出せるな。すぐ出せるな。あれの大文字のアルファベットで一つだけ一筆書きできないものがあります。何でしょう。大文字のアルファベット10、うん、9、このカウント腹立つねんな。7、なんやねんこれ。6、5、ここまでは日本語やねんな。4で、こっから3、変わんねん。2、1、ね、出てこない。河合さん、じゃあ答えは、はい、一番最後に。何やそれ。引っ張る。知ってるな。考えておいてください。転がすな。考えておいてください。これでもあの今日ご覧の方々もね、こうやっぱ弦が切れてちょっととか挫折したっていう方もあのいろいろあります。伝説の F とか。うーん、伝説の F って言ってるんですね。伝説の F、なんかフリーザみたいじゃないですか。え、映画であった。ありましたね。伝説、なんか聞いたことあると思ったらそれでしたか。本当に賢いんですか、岩永さん。え、それはちょっと見極めてください。じゃあ本当にご覧の皆様もですね、ぜひこう今日からでも始めても遅くないのでですね、ギターの方やっていただけたらなと思います。はい、ではですね、ちょっともう早速なんですけど、はい、準備の方に入っていただいて、はい、レッスンの方行ってください。お願いいたします。はい、ではですね、この準備のお時間をいただきましてですね、番組が、用意いたしましたテクニックを向上させる候補曲というのがございます、ご覧いただきましょう。こちらでございます。こちら番組で用意しましたね、楓とかさよならエレジー、まあ、先ほど歌っていただきました365日、トゥルーラブ世界が終わるまでは、歌うたいのバラッド、シンプル、虹、あ、こういろいろあるんですけども、この中から、今日はどの曲でやるとかっていうのがこう番組その回によって違いますのでね、皆さんそうやって楽しんでいただけたらなと思います。そして、コメントの方も私読めるようになってございます。で、このコメントも参加していただくのはですね、このブースター TV のチャンネル番組を登録、番組登録ですね、チャンネル登録していただいて、していただいた方がこのコメントを書けるということになっておりますので、ぜひ、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。さあ、準備の方大丈夫ですかね。はい、準備が整ったようでございます。さあ、G レッスン、10月のレッスンメニューということでございまして、どんなレッスンから始まるんでしょうか。レッスンスタートです。はい、まず今回、通じて、岩永くんがかっこよく弾き語りをしていただきたいなと思っていて、はい、最後には自分で弾きながらライブができるようにいいですねしていきたいなと思っているので、まずストロークの基本、ストロークじゃねえや、そうやって弾く時の基本ストロークをしっかりやっていきたいなと思ってます。で、その入る前にですね、今回ヤマハさんのこのストーリアというアコギをお借りしてレッスンしていこうと思っていますが、ちょっとボディも小ぶりで、このネックというかこの幅もちょっと短めなので、背の高い岩永くんにはちょっと小さく見えるかも。小さく見えますね。手がここまで。手も長えな、しかし。ね、色がすごく綺麗です。そうだね、絵を描きたくなりますね。え、引き出しが多すぎるね。じゃあこれを買っていただいて、はい、得意の絵を描いていただければいいかなと思います。次回見た時に絵が増えていたら買ったんだなと。あ、これに描いちゃダメなんですね。これはあのヤマハさんとあのなるほど交渉していただければ。はい、で、この、サドルの下にピックアップが入っているので、そのピックアップをこのここからラインで出したものと、このコンデンサーマイクで拾ったエアの音をミックスしたものを、皆さんには聞いていただこうと思っております。そんな感じで、ギターの説明そんな感じですね。それでやっていきたいと思います。
はい、じゃあ早速、ストロークの練習に入りたいんですが、曲の中でやっていければなと思うので、須田雅貴さんのさよならエレジーという曲を、題材というかでやっていきたいなと思います。はい、ドラマ主題歌になっていたバージョンではなく、アコースティックバージョンというのがありまして、それを基本に進めていきたいなと思ってます。はい、じゃあ早速、ストロークっていうその この右手のこういうパターンですね、これやっていきたいと思います。じゃあ、イントロのパターン、まずコード進行、コード展開も多いとちょっとややこしいので、まず少なめで Am-GC という展開で、弾いてもらおうかなと思います。はい、はい、じゃあ、岩永君に行ってみたい、もらもう早速ですか。はい、早速行きたいなと思うんですが、あとそうだ、まず弾き語りをしていくときにコードをチェンジするときに、ちょっとこう自分で抑えにくいコードとかが出るとリズムを外れて、みたいな感じでこうぎこちなくリズムが転がっていかないっていうことになるとまずいので、メトロノームに合わせてリズムを聞きながら練習っていう感じに最初はしていきましょう。はい、じゃあいきますよ。弾けるじゃないですか。弾けるじゃないですか。そう、でもこうリズムに合わせてやろうと思うと結構焦ったりとかしちゃうと思うんですが、焦らずにリズムに乗っけてやると。なんかスムーズに変えるコツとかってあるんですか。うん、それはもう慣れていくしかないって言えば慣れていくしかないので上手い人みんなそう言うんですよ。それはもう慣れです。で、慣れなんだけど、慣れるために、コードチェンジの時にちょっともう先に早めに外れてもいいので、左手を動かしてしまってもいいので、ぐらいもう大げさにいう音が入っちゃってもいいので、まずそのリズムをちゃんとリズムキープしてあげるっていうことが大事かなと思います。はい、じゃあ今いけちゃったので、次はその後に F を足すパターンっていうのを、ましたね、伝説の F、 伝説の F、 フリーザー、フリーザーいってみますか。パターンです。はい、今 F2 つ押さえ方したんですが、っていう握るタイプと、これ5弦押さなかったりしてもいいですか。押さえない場合は弾かない、4弦から弾くようなイメージで、ビエって鳴っちゃうよりは、
財布が出るとは。最後教育で最後ワン、ツー、スリー、フォまだ手首が右手の手首が硬いかなと。そうなんですよ、ね、あのピックをしっかり持ちすぎると、はい、その分力入ってしまうっていうのもあるからちょっと抜き気味でこうスナップで、うんうん、しっかりこう。今言っただけでもちょっと音量も上がったので、これは結構強く弾いてるんですか今は。スナップで力んでバーンってやるんじゃなくて本当にこの一瞬で力を、今その強く弾こうと意識したことによって、うん、今その F に行った時に、あのやっぱり他の弦に当たっちゃってる、はい、抑えられてない、なってる、これが今ちゃんと鳴ってなかった感じが、やっぱり C から F に行くときですね。そこに変な間ができる、動きづらい、移動量移動量が移動量、慣れですか。慣れですね。慣れですか。もしくは最短ルートを、開発するかですね。5弦がボーン、5、6弦がボーンってなっちゃってるから、ここ握った場合はここは弾かない。で、弾かないために親指で5、6弦をミュートしてあげる、そしたらで、あの強く押さえすぎるとこれはこれで鳴っちゃうから、うん、こっちでいっちゃっていいかな。
ってるなってる、うん、なってるなってる。よし、じゃあイントロはそんな感じにしておこうかな、はい、一旦、うん、じゃあ A メロのパターンに入っていきますか、うん、A メロですね。じゃあちょっと A メロ僕が弾くので軽く歌ってみてもらっていいですか。はい、雲が雨を降らせて虹が出る、どうせ掴めないのにっていうコード進行。はい、いっぱい出てきましたね。いっぱい出てきた。これ弾いたことないようなやつってあるかな。まあまあまあ、どっかで見たことあるようなメンツですね。初めましてはいない、はい、OK。 じゃあまず歌は一旦置いといて、このコード進行メトロノームの前に一回やってみようか。ワン、ツー、スリー、フォー。じゃあちょっと合わせてやってみようかな。いきましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォてくる F がやっぱりね。そうですね。うん、押さえることは割とできているので、ただこっちになった時にやっぱり他の余計な音が鳴っちゃう、うん、っていうことだけ気をつけるかな。この F 行った時は、はい、5弦自体は抑えてないんでね、うん、1弦は1を抑えてます、うん、1と2を1と2を抑えてるんで、うん、まあ前、メジャーセブンスでもいいけどね、うん、これって何でしたっけ。それはね、アドナイン。アドナイン。アドナインか、うん、アドナインを僕よく使ってましたね、うん、ここはもう F がいいね。 C から1個下がると思えばいいですもんね。C してチョイス、そう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 、うん、そうした時に5弦が5弦もならないように要注意、うん、軽くラララでもいいので歌いながらララ A メロいっちゃいますか。はい、ラララエナジー。
ワン、ツー、スリー、フォー。ラララララ。キープができれば割といいかもしれないですね。大丈夫かな？うん。次いっちゃおうか。いきますか。B メロ。ここでじゃあまた B メロ僕が弾くので、はい、歌ってみてもらっていいですか？うん、ワン、ツー、スリー、フォー。初めてのキスを繰り返してほしくて、うん、ここでちょっと嫌なコードが出てくるかも。はじめましてですね。はじめまして。A シャープ、G シャープ、うん、うん、まあいいでしょう。じゃあメトロノームなしで一回そのパターンだけいってみますか。ワン、ツー、スリー、フォー。初めしたくないのに繰り返して出てますよ。え？ A シャープ、G シャープ繰り返したくないのに繰り返してって歌ってますよ。それは作曲者さん。本当だね。コードのこと考えてたのかな。よし、じゃあメトロノームでいきます。ワン、ツー、スリー、フォー。愛が…そうだね。G シャープ、そうそういうね、ちょっと意地悪なコードが必ず一曲の中に出てくるっていうね。この A シャープ、G シャープって感じは盛り上がるコード進行なんですか？そうだね、うん、ちょっとなんかその変化球というか、こういうのが入ると盛り上がるんじゃないかな。あ、じゃあ、今その A シャープ、G シャープ、って言ってたけど、ここいけるかな？ G シャープの？ G シャープの2つ上。2つ上。あれ？ここから、ここ。やるとそのまま移動してるだけっていうパターン。
どっちにしろ Am からこっちですもんね。そう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 、あ、どっちにしろですね。どっちにしろどっちがいい、もうあんまり Am から、あ、そっか、そうそういうこと。あれ、これカポって触れた方が良かったですかね。カポっていうものの存在って触れた方が良かった。これカポって。そうだ。これカポタスト、カポと言って、はい、ギターってこう半音でこう並んでいる楽器なので、その弾きやすい弾きにくいっていうのがキー的にあったりするのを、もう指一本この子が代わりに押さえてくれてるみたいな。なるほど。だから今ちょっと、フレットの数と、言ってるのと押さえてる場所が違うっていう状況に今なったので、あの、そういう時どういうふうに数えるんですか。1カポだったらプラス1。じゃあここを押さえてくださいって言ったら、うん、7フレットって言っていいんですかね。そう結構だから頭こんがらがる系の感じにはなるんですが、うん、いけそう、それでやります。うん、じゃあもう一回 B メロそれでいってみようか。はい、遠いね、ちょっと遠いね。なんかちょっと早めに切り上げればいいんですよね。うん、早めに切り上げていい。いけそう？はい、オッケー。じゃあもうサビいっちゃおう、どんどんいっちゃおう。サビだ。サビじゃあまた僕が弾くので、ちょっと歌ってみてください。ワン、ツー、スリー、フォー。愛が僕に噛みついて離さないというけれど、寂しさの形は変わる。展開です、はい、ここも初めましてな人はいないかな。いないですね。じゃあここも F に気をつけながら一回、じゃあメトロノームなしで、F がダメですね。
っとメトロノーム行ってみますか。はい。ワン、ツー、スリー、フォなんか余分な音が鳴ってる。大丈夫か。うん。多分ここですね。もう一回行ってみようか。はい。まで来たね。来ましたね。じゃあこれワンコーラスつるっとちょっとやってみますか。はい。ワンコーラスといったら A からサビってことですか。うん。イントロもつけよう。あ、イントロも。うん。ちょっと結構ゆっくりめで。これぐらいでいいかな。じゃん。いきますか。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォこの曲は D メロ。そうだ、 D メロがありましたね、うん、見たことないパートといえば D メロ。じゃあここも一回僕が弾くので、はい、歌ってみてもらっていいですか。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。流れ星を見た流れ
出てきたような人たちが。いけそうかな。メトロノームなしで一回弾いてみようか。はい。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。あ、間違えました。な、すぐ変わりますね。うん。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォでも歌いながらできるかっていうことですよ。そういうことだよね。じゃあ D メロだけ歌いながらいってみようか。はい。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。流れ星を見た。そうだ、これ言ってなかったね。今 G シャープディミニッシュっていうコードが出てきてて、はい、そこを今、岩永くんに E7 に代用して弾いてもらったんですが、はい、本来 F、G、A マイナーの間に G シャープディミニッシュ経過音的に入ってるコードを弾きにくいということで、E7 に変えたんですが、こういうのを代理コードといって、構成音が似てる、C と A マイナーみたいなやつですよね。そう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 、Aマイナーみたいな感じで、そう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 、それ G シャープディミニッシュと E7 ですか。 E7、G シャープ分の E っていうことに G シャープ分の E、うん、とはなるのが、まあ、そのベース音 G シャープっていうのを、まあ、よりカットして、ルートは本来は G シャープ、 G シャープが多分この原曲の意図するところにはなってると思うけど、一人で弾き語りするにあたって、うん、そこはまあ省いてみようかと。なるほど。いう感じで、うん、構成音は似ているっていう感じでやってます。さてと、でこの曲は全部当たったは当たったかな、出てこないパートはないもんね。そうか、そうですね。じゃあもう一回、1番イントロから1番を歌いながら行ってみますか。はい。このダイヤマーク何でしたっけ。あ、ダイヤマークは白玉伸ばすよっていう、うん、メモ程度に。あ、やめた。2番歌って、2番サビ終わりで D メロっていう、ああここやっとこうか。はい、うん、はい、じゃあ 2A 前の感想からいこうか。はい、はい。
たぬくもりを行っちゃいますか、頭から行きますか、行っちゃいますか。岩永さんどうですか、え練習して。いや楽しいですよ。楽しい。今も収録してたんですっけ。してるよ、してる。ずっとしてるから。ずっとしてます。うんうん、ねえ、うん、はい、どうですか伝説の F は。あ、伝説の F いっぱいいましたね。うん、一人だけと思ってましたよ。いっぱいいました。いっぱいいた。いっぱいいました。押せそうですか。うん、押せそうですね。押せそう。あら、じゃあちょっと、じゃあ頭からもうざっと通して。だって F よりもすごい敵がいました。いや確かに。いっぱいいた。だってコメントでもあの初回なのにハードみたいないっぱい来てましたから。ハードですね。ねえ、いけそうですか。もうフリーザは開始10分で出てきましたから。始まってすぐ登場してきましたからね。始まってすぐ、はい、いやちょっとでもこれ今まで習ったのをちょっと含めまして、はい、ちょっと丸々通しでやっていただきましょうかね。やりますか。はい、ではお聴きください。さよならエレジーアコースティックバージョンです。無口な空に吐き出した孤独という名の雲、その雲が雨を降らせて虹が出る、どうせつかめないのに。初めてのキスを繰り返してほしくて、愛が僕に噛みついて離さないと言うけれど、寂しさの形は変わらないみたい。夜の向こう側、うんざりするほど光る君の歌。優しさが濁った日々の憂鬱は満員電車みたいだ。冷めたぬくもりをむやみに放り投げた、僕が愛を信じても
だから手を振る代わりに抱きしめてみたよ。流れ星を見た、流れ星を見た、願う僕の歌。そばにいるだけで本当幸せだったな。そばにいるだけで、ただそれだけでさ、愛が僕に噛みついて離さないと言うけれど、寂しさの形は変わらないみたいだ。舞い上がってゆけ、いつか夜の向こう側、うんざりするほど光る君の歌。もう傷つかない、もう傷つかない、それ最後。ありがとうございました。どうでした岩永さん。いや楽しいですね、はい、普通にいけてましたけどね。本当ですか、うん、ありがとうございますね。これ河合さんやっぱ早いですよね、できるようになるまで。全然早いですよ、全然早いですね。最初もっと弾けないって思ってたんで、ええ、いやダイジェスト放送してますから。どういうことや。生放送やわこれ。これやっぱり河合さん、この、はい、今 F を押してても音がうまくならなくても、やっぱ繰り返しやってるうちに、そうですね、いつの間にか鳴るようになったり。そうです、そうです、そうです。だから今鳴らないからって諦めなくても全然大丈夫ってことですよね。全然全然全然、はい、その、あの、なんだ、自分の中でテーマというか、ええ、リズムを崩さないっていうテーマならリズムを崩さないっていうふうにやればいいし、ええええっていう感じで、あの、テーマを持ったらいいかなと思う、うん、毎回テーマを決めて練習するのが上達のコツということですね、はい、さあ、そして今回ですね、あのフルバージョンのコード譜がこちらの都合で出せなくなってしまいまして申し訳ございません。次回必ず、出すようにしますのでよろしくお願いいたします。さあそれではこの河合ギター塾ではですね、はい、はい、評価の方を、はい、曲ごとに出していこうということでございまして、3級だともう少し、2級だとあと一歩、1級はもうステージでやりましょう、はい、ということでございます。さあ今回のこのさよならエレジーでございますが、河合先生評価の方はいかがでしょう。河合塾厳しいかな。寸大にしようかな。2級で、2級、2級、何でしたっけ。2級はあと一歩、あと一歩ですね。そう、どうですかその評価聞いて。い、岩永さん、いやまださよならしないように頑張ろうかな。やめてよ。曲名でさよならやめてくださいよ。本当にそもそもステージでもうやっちゃってるんですけどね。確かに初めてのお客さんですよ。いやそうですよね、本当だわ、そこステージですもんね。ステージです、ステージでもうやっちゃってるんですよ、ね、いやいや、貴重な席を用意していただきましてありがとうございます。さあ、さよならエレジー終わったんですけども、本日まだちょっとお時間があるということなので、はい、あの2曲目に、2曲目に行きたいと思います。はい、では河合先生2曲目の G レッスンよろしくお願いいたします。はい、はい、いきますね。何しましょう、何しましょう。じゃあ次はスピッツの楓という曲に。スピッツの楓いきますか。またさよならですね。確かに、うん、サビさよならだもんね。さよならからのさよなら。なんでこんな選曲になったんだろうね。まあ日本人さよならっていう
言葉の曲は結構みんな好きですからね、うん、名曲が多いと思います。もう1時間ぐらいですか今。今1時間、おー、あっという間ですね、うん、まだ50分ぐらいかと思ってます。あんま変われへんやな。教えてっていうコメントも打たれてる方もいらっしゃいましたね。お、チューニング、うん、あ、僕も習いたいです。これに頼らない。いや、レベル高すぎるよそれ、いきなり。頼ってください。頼ってください。今ね、すごいでも便利な、こんなヘッドにね、クリップ式でね、チューニングするものがあったりしてますが、うん、またチューニングはまたやります。 ありがとうございます。またやります。今ね、4カポってまたカポの位置が変わったので、カポタストですね、音がまた変わったので、またやりましょう。はい、はい、じゃあスピッツの楓という曲を使いながらやっていきたいと思います。お願いします。じゃあこれはサビのパターンを繰り返しちょっと練習しようかな。はい。ちょっと待ってね、今頭がまだ切り替わってない。愛が…さよならエレジ。さよならか。倒すかですよ。握りっぺするのか、なんかこっちの方が僕できるんですよね。うん、そっちの方が、そっちでやりますか。そっちで行こう。じゃあ、パターンも今の、曲と違って今度16分音符乗りというか、なので、うん、なのでコードチェンジの時にそのジャガっていうのを入れると、より乗りが出るというか、1時間前よりも、ここですね。うん、1時間前よりも右手の感じが、あ、なんか硬さがなくなってきました、うん、でもそう言われると集中しちゃってまた硬くなっちゃう。ちょっとカポの位置をですか。
フレット寄りの方が押さえるときにあの音が出やすいというか、うん、若干にとらわれすぎてる感じが急になんかちょっと レゲエ調になるっていうか、あ、若干が多いと、うん、ってなっちゃってるから、うん、そこは意識しすぎなくて、4カポっていうちょっとカポの位置が高めな感じになると F が出にくくはなっていくんですが、これを習得できれば、うん、メトロノームでいっちゃおうか。遅いよね。こんなもんかな。中のパターンを今のがサビでしたね。うん、今のはサビだったんで、これイントロからいこっか。イントロいきなり伝説の F からなりますが、うん、イントロははい、いけるかな。ちょっと F が詰まり気味だけど、まあ気にせず、うん、やっていきましょう。じゃあもう A メロ入っていきますか。じゃあ A メロまた僕が弾くので、はい、ちょっと歌ってみてください。ワン、ツー、スリー、フォー。忘れはしないよ、時がない。
これは大丈夫かな。変わった子はいないよね。そうですね。はい、じゃあメトロノームなしで一回いってみますか。ワン、ツー、スリー、フォしっかりストロークが強めにっていうか強めにですね、鳴らす感じでもうじゃあこれって歌いながらいけるかな。そうですね、やりましょう。いきますか。ショーマスワン、ツー、スリー、フォー。忘れはしないよ、はい。お水入ります。覗いた穴から何を見てたかな。一人きりじゃ叶えられない夢もあったけれど。じゃあ僕が弾いてみるので、はい、ちょっと軽く歌ってもらおうかな。はい、ワン、ツー、スリー、フォー。変わる変わる覗いた穴から何を見てたかな。一人きりじゃかな。展開です。はい、これも大丈夫だよね、コードはね。うん、そうですね、はい、同じようなメンバーですね。同じようなメンバーだね。しっかり F はいるしね。はい、うん、じゃあギターだけで B メロやってみましょう。はい、thank you.
がるね。これが E7 の力ですね。うん？いや僕が行きたいっていうか E7 が行かせようとしてるんです。あ、なるほどね。そう。あ、そういうことね。その通り。E7 の魔力ですよ。その通り。サビに行く前の E7 ね。その通り。切なくもサビへ行くための解決するための行動ね。はい。よし、じゃあサビ行こう。サビ行っちゃおう。じゃあまた僕が弾くので、歌ってみてください。じゃあその E7 から弾こうかな。はい。1、2、3、4。待って待って待って。さよなら、君の声を抱いて歩いてゆく。ああ、僕のままでどこまで届くだろう。うん、張るね。張りますよ。じゃあギターだけで。はい。サビやりましたもんね。そうだよね。一番最初。そうだよね。忘れてた。そうだ。いけるね、じゃあね。よし、じゃあもう一番ちょっとつるっと歌ってみようかな。一番やりましょうか。うん。イントロから。はい。いけますか。いきまーす。ワン。ギター経験あるって言ってもアコギはほぼないんだもんね。ないですね。エレキをやってますね。それを最近はもうクイズのボタンだけ。
あれ全然手が痛くならないです。ほんとそれあんま聞けない話だからいいよねそれね。すごい見ますよあのクズ番組。本当ですか。うん、応援してんすけどね住んでましょう一緒に。出れるかい思いつきました。え、アルファベットのクイズ忘れてた。忘れてました。なんだろうな。今度コード進行を書くとき一筆書きで書いてみてください。じゃあコードにあるってことだね。そういうことですよ。まあいいや。何 A って書ける。もう多分僕のファンの人ビャーって書いてますよ今。嘘、チャット見れないもんね。全く書いてない本当ですか。おかしいな。みんな多分忘れてると忘れてましたか。おかしいな。指導が足らんですよよし、じゃあ、はい、指もちょっと休めつつ、うん、あとこの曲は D メロか。 D メロのパターンがどんな感じでしたっけね。ここまだ高い、まだ高いね。B フラット、A シャープが。聞こえるの音程かな。話し始める、聞こえるって感じですかね。そんな感じ似てると思う多分、うん、大丈夫だと思う。じゃあそこだけちょっとやってみようかな。ワン、ツー、スリー、フォー。またキするほど長い季節が来て、呼び合う名前がこだまし始める。聞こえてます。聞こえてんのかな。 G から F ですもんね。うん、 A マイナー、 G、聞いてみよう。 A シャープですね、うん、その時河合さんは中指をそこに置いてますけど押してはいないんですよね。押してない、何にも触ってない。薬指で3本やってます、うん、一回だけそこを弾いてみますか。はい。OK。ワン、ツー、スリー、フォしますか。はい、いっちゃいますか。あ、もういけそうですか。いけそうですね。かなりの自信が岩永さん。僕はいつも自信はあります。本当ですか、はい、いや、かっこいいですね。ではじゃあ投資でやっていただきましょう。はい、楓です、どうぞ。ワン、ツー、スリー、フォー。
さえも君が笑えばもう小さく丸くなっていたこと変わる変わるのぞいた騙し始める。聞こえる2曲目。いや楽しいですね。ねえ楽しい、はい、指ちょっと途中痛くなってみたいなことありましたけど、うん、ありましたけど、うん、その痛みも
なんか忘れちゃうぐらい楽しい時間夢中になって、はい、これがもう嫌な仕事だったらすぐ文句言いますけど、うん、楽しいからそれを上回っちゃう、うん、なんだろう文句に聞こえるんですよ逆にいやでもこの2曲目の楓のこの河合塾の評価をやっぱりいただかないといけませんので、河合ギター塾、河合先生、この評価いかがでしょう。これはもうということは一級でいいんじゃないですか。素晴らしい、すごい、一級やりましたよ。もうどうぞやってくださいってことですよ。やります、明日から路上ライブでいやでも素晴らしかったですねいやじゃあお二人こちらの方にお越しいただいてということでございます、はい、いやもう初日の初回なのに2曲行って本当ですね、はい、そして最後1球を叩き出すというのはもうこれかなりの技術なんじゃないでしょうか。ありがとうございますねえ。いやいや素晴らしかった。いやいやお二人ありがとうございます。どうぞどうぞ来ていただきまして、はいはい、さあもうこの G レッスン、この番組のエンディングが近づいてまいりましたけど、はい、今日一日いかがでした岩永さん。楽しい時間です。もう2時間経ったんですよね。もう2時間弱ですけどね、1時間半とちょっと。あすごいですね、うん、もう集中してました。集中してた、はい、いや素晴らしかった。これでも河合さんやっぱ見ててだんだん右手の感じとかも柔らかく、全然柔らくなってきました ね。もう教えるのが上手なんで、ね、いやそうですよ、ね、いやもういかがでした河合さんも今日は。もうおしゃべりが上手なんで、ね、いや確かに表現がやっぱね。本当ですか、さすが岩永さんという。そうですね、あんまり上手って言われたことないですけどね。本当ですか。なんか自由ってフリーダムって言われます。ああでもいいじゃないですか、素敵な。ね、こうやって嬉しいです。2曲やりましたから今日。本当ですね、2曲も。ねえ、さよならコンビ。さよならエレジーとサビがさよならの楓と、うん、ねえ、いやよかった。でもこうやってこう繰り返してやっていくと本当どんどんと。そうですね、ええ。指の感じも変わってきて弾けるようになるということですよね。うん、やらなくていいんですか。いや僕あの途中向こう行ったでしょ、はい、向こうにあのサイレントギター置いてるんですよ、はい、それで一緒に勉強して練習してました。なるほど、はい、だからあのすいません向こうで僕もなんか集中して授業受けてました。河合先生ありがとうございます。一緒にねで上手くなっていけたらいいんじゃないでしょうか。はい、はい、ということでございました。この G レッスン月2回の6回計6回の、放送を予定しておりますので、また、そちらの方も楽しみにしていただければなと思うんですけど、うん、ここであのクイズの答えがずっと ありましたね。はい、分からないままでございましたけど、ずっともやもやしてます。もやもやしてますよ、ね、ずっとしてます。クイズ自体はどんなクイズでしたっけ。アルファベット26文字ありますよね、うん、大文字、はい、これの中で一筆書きで書けないものが一つあります、うん、一つある。何でしょう。何でしょうということでございますけど、答えいただいてもよろしいですか。答えは A です、うん、ほう。で復活のフリーザの F あるじゃないですか。 F あるよ。普通に書くと一筆で書けないですよね、うんうんうん、それをこう縁取りするんですよ。なるほど。そのパターンだと X とか H とか、うん、もう書けるただ A はそれを使っても A は書けないという。真ん中にこう穴開けないといけないから。そうなるほど。いや素晴らしいですね。これ毎回クイズいただいていいですか。あ、いいですよ岩永さん、はい、なんか お題いただければ何か作るんで。あ、そうなんですか、はい、何でもできるんですか。何でもいいです。あら、そういうのもちょっと楽しみに、はい、またこの岩永哲也の G レッスン、はい、やっていきましょう、うん、はい、基本的に木曜日20時からお届けいたしますが、第何週というのが決まってございませんので、うんうん、またこう不定期に、ま、その都度こう告知なんかもいたしますのでよろしくお願いいたします。次回の放送が決定しておりまして、次回はですね10月24日20時予定ということでございます。また、今回もあの今回面白かったなと思う方はですね、ぜひお友達にも勧めていただきまして、うん、一緒にこの番組を盛り上げていただけたらなと思います。さあ、そしてこの番組のサポート制作はブースター TV がお届けしております。他にも、これからエンターテインメント番組を配信していく予定ですので、こちらのチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。また番組のメールアドレスにもご意見ご感想を お寄せください。こちら今アドレス出てます、 glesson@booster.jp でございます。アドレスこちらでございます、はい、そしてスタジオのツイッターもございまして、スタジオのツイッターこちらですね、@booster_tv ということでございますので、いろんな情報を発信していきますので、こちらをフォローしてもいいかなという方はぜひフォローの方よろしくお願いいたします。さあ、そしてこう6回と行くと、もう最終が12月ということでございまして、はいはい、もうだんだんこの岩永さんのこう上手くなっていく姿というのがね、うん、楽しみなんですけど、
やっぱこの成長過程を見せたいですよね。あ、なるほど、うん、ね、確かにね、そうそうそう、初回あんだけだったのに最終回はこうなったよみたいな。そうそうそう、見てる方、僕そういう動画を見たいですもん。うんうんうん、確かに上達していく、練習していてどんどん上達していく動画を、うんうんうん、それをそれになればいいなと思ってます。これでも加谷さんどんどんなりそうですよね、はい、全然なると思いますよ、ね、もう全然、うん、全然この1時間でもすごい上達してるんで、はい、うん、そうですよね。もう12月どうなってんのか、どうなってんのか、だからもうこう引き続きどんどんやって、はい、なんとで岩永さん、これ番組のプロデューサーはですね、はい、12月の2回目の放送でライブ放送を企てて、おお、ライブ放送だからもう全部弾き語り。ライブ放送ってことは生中継ですか。いや今も生やこれ何やと思ってたよガシガシ生でやってんねんこれ今いやあるかよでそこを目標に、はい、目標にちょっと頑張っていけたらなと思います。クリスマスですよ多分。そうだ、そのあたりはそうだね、うん、なんかもうじゃあイメージできてる岩永さんの中で。トナカイをかぶってとても可愛い放送になりそうですね楽しみですね、はい、楽しみですね。またじゃあ次回もお二人よろしくお願いいたします、はい、ということでございまして本日の放送は以上でございます、うん、またご覧ください、はい、またねバイバーイ、はい。